皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ジェイさん。皆さんこんばんは、デイさんです。はい、ということでね、ゼニがお送りする逆転裁判、前回の続きからなんですけども、おばちゃんがね前回からマジこんな声になってしまうんでしょうね。なんで前回ね、あのおばちゃんとね話をして、はい、まあ、この辺り調べた後で、まあ、移動から始まると。そうなんですか、はい、おばちゃんいらない、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 はい、お呼びでないとスタッフエリアですね。おばちゃん喋ってるのに、おばちゃんしょったらもたんでスタッフエリアから、10月16日某時刻撮影所スタッフエリア、さあやってきましたね。これ二星三郎様って書いてますね、はい、私です。え、ゼニホダ君。いや、です、ありがとう。ここスタッフの人たちは作業するところだよ。あ、あそこ二星さんの楽屋がある。事件があったばっかりだからまだ誰もいないんだ。いろいろ見て回ろうよ。いや、楽ですね楽ですね、これは今回限りやけどな。はい、じゃあちょっと調べてみましょうか。二星、いや別に楽屋の楽屋の入り口に張り紙がしてある。二星三郎様か、さすが主役だな。当たり前でしょ、殿様や。そうやな、これなんや。楽屋と外を結ぶ窓だ。楽屋外なんよ、考えたら。そうなんだ、曇りガラスなので部屋の中を見ることはできない。だからちゃうろ、これが今外なんやろ、で楽屋が中ってことなの。ああ、でもこれ要は外のプレハブじゃないけど、そういう建物ですね、うん、自販機やな。お茶、味噌汁、おしるこ、くず湯、おでん。え、おでんもうん、ラインナップが和風に統一されている。大江戸やから、ウーロン茶すらないぞそら、あ、なにこの殿様汁って、まずそう。なに、ゼニホダ君飲んでみてよ。自分で飲めよまゆちゃんなかなかやるなぐらいですね。あ、これはあと、ね、それ、うん、スタッフたちの昨日の昼食の後だ。事件があったため誰も片付けていないのだ。皿の上には骨付きステーキの骨だけが乗っている。私も食べたかったな、骨付きステーキ。さっき味噌ラーメン食べただろ。味噌ラーメンは別腹。マジかよ、どんな腹だよ。同じ反応してしまったじゃん。なるほど。ね、入れるんじゃないの、多分移動で。ああ、なるほど。壊しちゃったりません。巨大な倉庫だ。撮影用の大道具がしまってあるようだ。すごい、ゼニホダ君、何でも知ってるんだね。いや、ありがとう。見た感じを言ってみただけだよ。でもうこれだけ。あ、今回俺めっちゃ楽かもしれん。ああ、ドア楽屋に入るドアだ。鍵はかかってないみたいだ、ニボスさんの、うん、ねえねえ、ゼニホダ君入ってみたいよ。急になんかもらっていっちゃおう。なんかってなんだよ。いいの、トノサマンスピアとか。あれ狂気じゃないっけ、うん、狂気じゃないか、それと同じ反応してしまったよ。まゆちゃんさあ、はい、移動して、はい、移動しましょう。楽屋、楽屋、はい、おー、ニボスさんの楽屋。10月16日、バー自覚撮影所楽屋。ニボスさんの楽屋、事件があった昨日の午後はここにずっと昼寝をしていたって言ってたけど。昼寝しているところ誰も見ていないんだよね。その代わり殺人現場の近くで写真を撮られてるんだよな。でもこれ俺か。あ、ほんまや、うん、その代わり殺人現場の近くで写真を撮られてたんだよな。気ぃつけて。にぼしさん信用していいんですよね。もちろんです。じゃ調べましょう。調べる、調べる。まずこれやな、メイク用の小道具なんかが並んでる。あ、なに、ちょんまげ武器で使っているカツラがある。なに、ちょんまげ武器。ゼニホダ君、かぶってかぶって。やだよなんでカツラを見ただけで番組名までわかるんだよ。時代劇はちょっとね。何がちょっとだよ。で、これだね、ニモスさんのカバン、うん、あ、ニモスさんのカバンかな。こら、勝手に開けない。あ、こんなものが。あ、カードキーじゃん。スタッフ用のカードキーだ。ニボシさんのものだろう。第一スタジオと書いてある。入れるやん、うん、もらっておこうよ、ゼニホダ君。借りるだけな。お前ら共に犯罪者だよ。めちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃやで、ね、もう
お茶ですかね。スタッフからの差し入れかな。お菓子が並んでる。ピヨコ、和菓子にお茶か。うん、ゼニホノ君食べたいね。さっき味噌食べてまたこのくだり。お菓子は別腹だよ。どんな腹だよって。女の子は腹をいくつ持ってるのだろう。そういうことか。食べれんね。ここかな。誰かが寝た跡が残っている。昨日依頼人の荷物さんが昼寝をした跡だろうか。ん、衣装かな。衣装、撮影用の和服に混じって洋服もちらほら。荷物さんの私服だろうか。うう、記念に着てみたいな衣装。お前見ちゃうの着てるやん。すごいすごい。失礼、似たような着てるくせに。まさか、ね、これがさっき外から見とったやつだろ。そうだね、鍵がかかっている。あまり開けられることはないみたいだ。まあ外は埃っぽいから無理もないか。以上です。あ、以上ですか。うん、まあ、そんなもんですか。ない、うん、あそこ鏡。学園といえば必ずある鏡だ。今日もバッチリ尖ってるな僕の頭。セットしとんかな。何ですかそれ。以上です。あ、ん？ワボンさっき見たんだよ。荷物さんのカバン他に何があるのかな。まだ朝。こらこらやめとけって。懲りない子だな。以上です。以上ですね、はい、で、はい、その戻って第一スタジオ、スタッフエリアに戻ってで移動し て, 移動して正門前、正門 前, 正門前 おばちゃんで、おばちゃん、移動して第一スタジオ前行って、でその移動して、そのあ向こう行かれへん。あれ調べてんじゃない、その第一スタジオってとこ。カードキー、うん、第一スタジオへ通じる入り口。スタジオは衣装、え、胃袋たけしか。衣装って誰やねん。ごめん、胃袋たけしが死体で見つかった現場だ。ゼニホド君ちょっと入ってみようよ。楽屋から借りてきたこのカードキー使えるかな。おお、開いたぞ。やった、さあさあ行ってみようよ。殺人現場に行くのに不気味なほど浮かれてるな。じゃあ井戸の子さあ行ける。井戸の子さんは止めへんねんな。うわー、殺人現場や。10月16日某時刻、第一スタジオ内。はい、なんかてんでてん言ってますよ。どうしたの。なんだよ急に塩らしくな、あ、おとなしくなって。だってあの白いテープなんかリアル。怪人悪大カーンが死んだから。死んだんだからね。殿様にやっつけられて。狂気は殿様スピア、そりゃリアルだよ。で、調べますね。調べる、まあ、まずここですね。胃袋たけしの死体の形がロープでマーキングされている。死体は怪人悪大カーンの着ぐるみの中から発見されたため、その形通りにマーキングされている。槍で刺されたのに血の跡が見られないのも着ぐるみの中で殺害されたためだろう。なるほど。あ、これ監督さんが座るやつだよね。一度座ってみたかったんだよね。ゼニホド君、あれはカメラの前でカチンって鳴らす白黒のやつ。あとメガホン、メガホン。はい、ゼニホド君、アクション。いやあ、ここまで変なことだとは思わなかったな。うん、ちょっと アクションできませんでした、すいません。はい、なんかボスがやってくれるんかなと思って。なんで、あ、はしごだ。ゼニホドってなってたでしょ。それは脚立だよ。どう違うの、同じようなものじゃない。もっと本質を見ようよゼニホド君。ははははは。はで、これがわかる。それ調べあれ、うん、カメラ。うわー、すごいな、高そうなカメラ。おい、触るなって。うわ、思ったより重いね。これは、え、誰。多分女性キャラがゼニア。あ、ダメです、触らないでください。ほんまや、ほんまや。
あ、ごめん、この子ちょっとあれなもんで。何をあれって。君は？あ、私おばちゃんおばちゃんおばちゃんちゃんおばちゃんちゃんおばちゃんちゃんね、うん、あ、私ここの撮影スタッフです。お道具や小道具の管理とか手入れなんかをしてます。またなんか濃いキャラにしたな、あんた。私たち荷物三郎さんの弁護士なの。あ、あなたたちが、え、荷物三郎さん、荷物三郎さんの、もうコンビニみたいに、にぼさぶ、にぼしさぶろうか。大変ですね。でも、助けてあげてくださいね、にぼさぶさん。あの人が誰かを傷つけるなんて絶対ないですからね。怪しいぞ、うん、怪しいな。任せてください。ちょっとこの人のキャラが定まってないです。まだ連なる展開にしたで、自分で多分。事件があった日のことを聞かせてくれないかな。はい、あの日は一日撮影所にいましたよ。おい、急に帰んな。もうあれでいけ、はい、ブレブレ一回言うともうあれでいいかんじゃない。わかりました。はい、あの日は一日撮影所にいましたよ。あの日撮影スタッフは私だけでした。え、たった一人。ええ、この撮影所お金がありませんから。それに昨日はアクションシーンのリハーサルだけでしたし。へえ。おばちゃん、ほんで後ろに。お前、午前中はスタッフエリアでアクションを打ち合わせしました。ニボサボさんもイブクロさんもみんなスタッフエリアにいました。おばちゃん、俺、うん、だってニボシのスタッフエリアってニボシさんの楽屋があるとこだよね。ええ、そうですよ。そこで昼食を食べた後、イブクロさんは第一スタジオに行きました。ニボサボさんの方は楽屋に入ってるところを見ました。その後は見ていません。にぼしさん、楽屋で比例でもしていたんだけど、知っていた？知りません。用もないのに楽屋を覗くなんて。私、そんなはしたない女じゃありません。はしたない。にぼし三郎のアリバイの裏は取れずか。困ったね、銭ほどくん、手がかりなしだよ。このスタジオに来たのがニボサブさんだけだったら、もう犯人は決まりだよね。写真前撮られてるみたいだし。ちょっといいですか。そういえば一つ気になることがあるんです。来た、やっぱりそう来なくっちゃね。実は私、お昼過ぎに何回か人の気配を感じたんです。人の気配、はい。でもそれは他のスタッフの方とかでは。いえ、あの日はアクションを決めるリハーサルだけでしたから、スタッフは私だけでした。多分関係者ではなく部外者の方だと思います。本当ですか。でも誰かここへ来たんなら、あのおばちゃんが見てるはずなのに。そうだな、あんまりはっきりしなくてごめんなさい。どうもありがとう。早速あのおばちゃんを問い詰めてみようよ。いや、もう問い詰めんでいい、人の気配、とりあえず人の気配。事件の当日、撮影スタッフ以外の人間の気配を感じたんですね。はい、多分証言できるほど確かじゃないみたいだな。ゼニホド君、あのおばちゃんだよ。この撮影所に誰か来たら、あのおばちゃん見てるはずだよ。はい、ありがとうございます。移動。おばちゃん、おばちゃん、これとかね。うわー、すごいな、高そうなカメラ。
おい触るなって。うわ思ったより重いね。あこれ終わるんや。あこれ何かき割り、割りって書いてあるやつだ。これ殿様に使う背景かな。そうだよ、ネオ富士山っていう山だね。殿様って江戸の話だろ、なんで富士山が見えるんだ。江戸じゃなくてネオ江戸シティだからね。じゃあいいのか。設定が設定がよくわからない。はい、とりあえずおばちゃん行って。もうこれぐらいですね。おばちゃん、いやいやいや、つきつきよ、もうええって。おばちゃん行け。おばちゃん、これいちいちこんな風にして移動せないかがやめなくたいな。はい、おばちゃん正門前来た来た来た。おばちゃん、10月16日某時刻、撮影所正門前。あー行きますか。おばちゃん、あら、あんたたちまだいたんだ。どうしたの、声がおしゃっち。ねえ、話すんじゃない。ああ、スタッフでしょ。なんだい、その人を疑うような目つきは。昨日の…あ、昨日のことをもう一度聞きますけど、おばちゃんがここに来たのが午後1時。で、被害者の死亡推定時刻の2時半までに、ここを通ったのは荷星さん一人。間違いないですか。ああ、ないよ。でも部外者の気配を感じたって言ってる人がいるんですよ。なんだって。おばちゃん本当にちゃんと見張ってたんですか。おばちゃん、誰が誰がそんな意外なことを。怖え。キャー、教えなさい、早く見なさい、このとんがり屋だわ。このおばちゃんの仕事にケチをつけるなんて。あの第一スタジオ、あいつかあれ、あいつのブサリー、大体今のおばちゃんのブサリー、今のおばちゃんのブサリー、今のおばちゃんのブサリー。あの俺ボタン押してないですけど、さっきのウォーしか無理だった。いっちゃったよ、おばちゃんの本性が見えた。さ、全員驚く。今のうちにやれることはやっておこうよ。あ、なんか端末なんか言うとったんちゃう。ああ、そうやな、ピーピー言ってますね。なんかピーピー言うたね。撮影所のセキュリティカメラの映像を管理するコンピューターだ。ゼニホド君、このコンピューターで荷物さんの写真見られるんだよね。うん、多分ね。コンピューターをする閉めるのが何なんだ、このピヨピヨ言ってんです。鳥じゃない。なるほど、よし、ちょっとやってみよう。ゼニホド君、コンピューター使えるの。私こう見て理系でしてね、ナンバーを入力するぐらいなら。とりあえず事件当日のデータを。事件当日は午後1時からカメラは作動していたらしい。だっておばちゃんが来たからやろ。うん、おばちゃんが連れ車に来たのが1時だからな。セキュリティカメラのナンバーを入れてください。どれ、これ。よし、入力したぞ。あ、データがプリントアウトされてきたよ。どれどれ、誰かずっと。あった、あってた。殿様、殿様やな。殿様、なんだこれ。あ、ごめんごめん。なんでこれが荷星三郎の写真なの。まあ、いつも中に荷星さんが入ってるから、おばちゃんも荷星だって思い込んじゃったのかも。これをもらった刑事さんの回路が冴えないの無理ないね。あ、この写真の裏。ん？ 10 月15日午後2時。2人目、2人目、2人目かな。どういうことかな。他にデータはないよ、この写真だけ。だからおばちゃんが消した可能性があるってことじゃん。ねえねえ、ゼニホド君、この写真があれば裁判なんとかいけるんじゃない。そうだな、これであのおばちゃんにギャフンと言わせてやれるね。なんか写真変わってますね。ギャフン。なんでゼニホド君が言うの。まあいいや、
じゃあ早速お写真おばちゃんに突きつけて。いや、やめとこう。なんで？敵にわざわざ手の内を明かすことはないよ。うわー、善ほどくん、おろし意外と悪だね。二代目悪大官。人を怪人にしないでほしいな。まあまあ、じゃあ今日はそろそろ切り上げようよ。終わりですかね。とりあえずこの写真があればなんとか戦えるだろう。犯人が誰なのか見当もつかない気がする。気につかないのが気になるけど、まさか本当にあのおばちゃんだったりして。おばちゃんが犯人。いやいや、あ、続く。ほう、はい。で、まあまあ第1回目の探索パートが終了と。はい。10月18日午前10時、地方裁判所第4法廷。やっとボスの出番ですわ。まあ、裁判長ですね。あ、まだ三剣さん思って。これより荷物三郎の法廷を改定します。検察側準備完了しております。弁護は準備完了しております。三剣源氏、冒頭弁論をお願いします。被告人荷物三郎は10月15日午後2時30分エイト撮影所第一スタジオで俳優伊袋武史を殺害した。この犯行は被告人以外の人間には不可能だった。本法廷で検察側はその点を完全に立証するだろう。ふむ、なるほど。それでは審議に入りたいと思います。三剣源氏、最初の証人を入廷させてください。おばちゃん。ではまずおなじみ糸のこぎり刑事を。いや、もうボスパートですな。おなじみを。おなじみだ。おなじみだ。そういなぁ、おい。いや、まずこの事件について軽く説明してほしい。はっ、では帳面図で説明するっす。今回は撮影所全体の位置関係が重要っす。ここがスタッフエリア。午前中ここでアクションの打ち合わせがあったっす。ここが撮影所正門前。午後1時から警備のおばちゃんがずっと立ってたっす。名前は出えへんのね、おばちゃん。裁判所やのに。警備員の詰め所を過ぎるとゲートがあるっす。ここを過ぎるとスタジオがあるっす。ここっす、第一スタジオ。死体が発見された殺人現場っす。さて、事件があった10月15日午前中、この撮影所には被害者の伊袋武史、被告人の煮干し三郎、スタッフの女の子の3人しかいなかったっす。正午まで撮影所のスタッフは全員スタッフエリアにいたっす。そして食後、被害者の伊袋は一人で第一スタジオへ。午後1時、警備のおばちゃんが詰め所に入ったっす。そして午後5時、衣装をつけたリハーサルをするため第一スタジオにスタッフたちが集まると、被害者の死亡推定時刻は午後2時30分っす。凶器は胸に突き刺さったトノサマンスピアス。これが事件の流れっす。もう一回聞きたい人がいたら説明するっすけど。どうしよう、もう一度聞こうか聞きません。はい、もうやめて、もうしんどいから、うん、え、もうしんどいからやめて。フリスか。もういいって、早く行けよ。ま、なんとかなるだろう。凶器は槍ですか。それはまた物騒な。スピアね。はい。胸に刺さっていたんですね、ずっとね。よろしいか、裁判長。この事件は実にシンプルなポイントにまとめることができる。すなわち、警備の詰め所にいたおばちゃんは何を見たか。なるほど。おばちゃん来るか。では早速、警備員に入廷していただこう。うおカモン、おばちゃん。
じゃあそろそろやめますか。いやいや行くよ。じゃあおばちゃんが証人の名前を。おばちゃんっていう。あんな、ちょっとあんた言うとこよね、おばちゃん、ちょっとときめいちゃったよ。なんかダメてくれないね。名前を聞いてる。いやだね、この子も照れちゃってさ、おばちゃんでいいわよ。頼むから名前を。おばちゃん、みつるぎのやつ、証人から名前を聞くのが苦手らしいな。大場香る。大場香るよ。おばさん、ちょっと早い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 、ちょっと、え、なんで意義ありだ。証人のおしゃべりに異議を申し立てる。異議は認めます。証人はおしゃべりをやめるように。これから面白くなるとこだったのに。では証言を始めていただく。証人は事件当日正門前に詰めていたのですね。そうよ。殺人現場へ行くにはあなたの目の前を通るしかない。話が分かるおっちゃんだね。証言をお願いしましょう。おばちゃんパワー恐るべし。あ、久しぶりや。証言俺じゃないの。ああ、よし、5。おばちゃん事件があった日午後1時に詰め所に入ったのよ。イボクロちゃんたちは午前中から打ち合わせしたんだけど、おばちゃんちょっと午前中はその用事があってさ。あ、すごい。まあ、とにかく午後1時に詰め所に入ったわけよ。それから午後5時まではずっと正門のあたりにいたわけね。イブクロちゃんの事件があった午後2時半頃ですよ。2時頃におばちゃんの目の前を通った人がいたのよ。にゅぼしゅにぼし、あの音がね、スタジオの方へ歩いていったのさ。あそこで撮れるんじゃない。うん、いや、まずまあ用事があっていうのかな。そこは突っ込んでみてんちゃうかなって。やべ、被告人がね。では早速尋問をしてもらいましょうか。はい。てんてん、はいはい、もうそこはでもそれでいいと思う。まあ、出てくる。用事があったとこ。用事があったとこやな。午前中が言ってたよね。それは出てくるかも。ここちょっと揺さぶってみてんちゃうの。何の用事ですか？いや、ちょっとさぁ、答えてください。実はね、見物してたのよ、胃袋ちゃんと煮干しをさ。見物警備をほったらかして。うるさい、これだけのテーブル鍵開けといたよ、かけといたよ、か開けてたのよ、かけてたのよ。そういう問題じゃない気がするけど、とにかく胃袋ちゃんの打ち合わせは絶対見ることしてんのよ。こりゃ譲れないね。いいな、私も見たいな、父様の打ち合わせ。霊媒師辞めて警備員になったら。そうしようかな。いい、いいの。入ったわけよ。まあまあ、これはこれで、うん、まあまあ、それもそれで。いや、ここもちょっと揺さぶってみる。あたりに行ってどういうことっていう。詰め所におったんじゃないのって。1秒も目を離さず見ていたんですか。いや、お菓子食べとったよ。当たり前でしょ、おばちゃんプロなのよ。それでも何、おばちゃんと仕事ケチケチ。だって昨日は詰め所の中で羊羹を。羊羹食べててもちゃんと見てたわよ。おとといけない。おととい来やがれ。言ってることが矛盾してるよ、ゼニホド君。意義があったらあのおばちゃんに言ってやってよ。とにかく証人はきちんと見張りをしていたと。で、何を見たんですか。まあ、ここはこれでええんやろな。それもええんやろ。煮干しっていうとこかどうかわからんけどね。うん、これやな。ここやろ。煮干しさんを見たんですか。苦労にそう言ってるやろ。ゼニホド君、今がチャンスだね。ああ、この爆弾をぶつけてやるか。おばあちゃん、何回でも行っちゃうよ。ここで、あれを突きつける。突きつける。
あなたは昨日から何度も煮干しさんを見たと言っています。その煮干しさんとはこの写真の男のことですか？ちょっと待ちなさい、銭ほど君。その写真私にも見せてください。あら、殿様が写ってる。サイバーか。何ですかこれ。ネオエドシティを守る殿様、その人です。おばちゃん、あなたが見た煮干しさんとはこの人物のことですか？決まってるでしょ、誰が見たって煮干しじゃない、ねえあんた。え、ああ、うむ、どんなものだろうか。確かに煮干しさんは殿様役をやっています。しかし煮干しさんは殿様じゃない。分かってるわよ。その初任、おばちゃんと呼ぶには抵抗があるらしいな。その人物が被告人ニボスさんだという証拠はないですか？いやだに浮かぶ疑り深いおっちゃんはあり決まってるじゃない、証拠あんの。何？なんで普通に驚いてるんだよ。おば、初任、知っていることはちゃんと前もって話しておいてもらいたい。何言ってんのよ、おばちゃんこの写真を刑事に見せてあげたのに、こんなもの証拠にならんからいらねえっす。見向きもしなかったらない。うめえ、みつるぎもおばちゃんには肩なしだな。では証言をしていただきましょう。まだ続くの、おばちゃん、はい、おばちゃん証人やから。ああ、おばちゃんね、いい加減なこと言うの大嫌いなのよ。いい加減や、うん、午前中スタッフエリアに打ち合わせをしてたんだけどさ、その打ち合わせの時煮干しのやつ転んじゃったんだよ。大事な小道具も壊しちゃうし、ちょっと大変だったね。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさ、この写真よく見なさいよ。ちゃんと写ってるだろ、足を引きずってるところはさ、だからこういった煮干しなんだよ、分かったかい。うむ、足に怪我をしていたわけですか。では銭ほど君、尋問を。とにかく揺さぶりをかけて情報を探り出そう。むずいな。揺さぶれば揺さぶるほど銭はしんどくなるから。小道具壊れた、ここは別にええと思う。そういいと思う。で、これもそうやから、うん、ここから聞いていってんじゃないの、詳細を。転んじゃった。あ、でもこれもこれでええんかな。多分、でもこれ聞くとなんか多分詳しい話とかしてくれるんやろな。転んだ。そうだよ、殿様のくせに間抜けったり足ないよ。あ、ちょ待って、殿様のスピア折れてない。折れとる。煮干しのやつ足をひねっちゃってさ、仕方がない、おばちゃんがチャージしてあげたほうがいいよ。手当てですか。つばつけてやったさ。そう、それはそれは。その時スタッフの女の子は、ああ、俺は私や。そうね。いや、無理。ああ、あれかちょっとね、大道具片付けてからね、煮干しの怪我のこと知らないよ。うん。では証言を続けていただこう。ここじゃないポイント。トーサマンスピアが折れと。小道具が壊れたです。壊れたんですか？ああ、殿様スピアがね。殿様スピア、狂気じゃないか。おばちゃんがね、とりあえずガムテープで修理したんだけどさ。うん。それって結構重要なんじゃ。法定規約にメモしておくか。そんな本で突き刺さらやなってやるじゃん。うん。煮干しもこれ大丈夫な。うん。まあ、これも聞いてみましょう。煮干しさん、ひどい怪我だったんですか？動けないほどじゃなかったんだけどさ、とりあえず昼飯を食べた後少し楽屋で休むことになったね。それで煮干しさん午後は昼寝したわけか。とにかく足歩くときは足を引きずっていたよ。足を引きずっていた。そこまで。
いかがだろうか、裁判長。一つ気になることがあるのですが。何だろうか。その殿様の着ぐるみは今どこにあるんですか。うん、それが実はどこにも見当たらなくて現在捜査中である。へえ。とにかく証人が見たのは確かに殿様ではあるが、その中に入っていたのは被告人二星とし、しか考えられない。ふむ、そうですね。裁判長が迷ってるぞ。異議を申し立てる。異議を申し立てる。異議あり。ちょっと待ってください。可能性が高かろうが殿様は殿様に、証人は二星さんの姿は見ていない。ふむ、弁護人の言う通りですね。それにこの写真の人物の他に犯行のチャンスはなかったのですかという問題もあります。では次にその点を明らかにしてお目にかけよう。証人、続けて証言していただこう。続けて。おーちゃーん、任せてきた。もうやめて。てんてん。イボクラちゃんが死んだ時午後2時半だったよね。その時までにおばちゃんが見た人間はこの煮干しってわけだよ。2人目、2人目や、うん、もうこれで勝ちや。ほら、ここや。他には誰もスタジオに行ったやつはいないんだ。もし言ったらこのおばちゃんが見ているはずだからね。あの写真や。ふむ、もしスタジオに向かったのがこの人物だけならば、この殿様こそが犯人ということになりますが、では銭ほど君、尋問を。はい。まあ別にこれは考えますね、うん、ここちゃん。いや、この次やと思うで。次。うん。他には誰もスタジオ行ったやつはいないんだ。ここは月々でいいですか。いや、じゃあこの多分な、次見て。ああ、見てみますだから、ね、ここで多分2人目で突きつけたらこの人2人目やんっていう話やと思う。えやり、来た来た、おばちゃんが切れるぞ。ちょっと待ってください。もう一度この写真について確認させてください。これはスタジオに通じるゲートのカメラが撮った写真ですね。あ、そうだよ。誰かがここを通るとカメラが自動的に写真を撮るんですね。よく知ってるね。おばあさん喋っとったから、うん、そしてこの写真のデータはつべ所のパソコンに記録されます。あんたもうちに働くかい。この写真はそのパソコンでプリントアウトしたものです。裏に10月15日午後2時2人目とあります。それあんた午後2時に撮った写真ってことだよ。そんなことは分かってます。問題は2人目の部分です。2人目パソコンには写真のデータはこれ1枚きりでした。それならば1人目、この写真には1人目と書かれてなければおかしい。静粛に。ゼイワド君、どういうことですか。僕の方が聞きたいですね。この証拠品は、2人の人間がスタジオに行ったことを証明する。しかし写真のデータは1枚しか残っていない。そのデータを消したのはおばちゃんしかいない。おばちゃん知らないよ。おばちゃんあの犬しか見てないんだからね。しかしゲートのカメラは2人通ったことを示している。まあそういうことになるね。どういうことですか、証人。おばちゃんに聞かれても。ちょっとみっちゃん助けてちょうだい。え、か、勘弁していただく。私も知りたい。ふん、可愛げのない子だよ。
子供。どうしましたか、証人。そうだった。おばあちゃん思い出しちゃったよ。もしかしてこの殿様の中に誰が通ったんだよ。この殿様の中に誰が通った人がいたんですか。ごめん、おばあちゃんちょっと疲れてるわ。まあそういうことになるのかね。ふう、やれやれ。では証言を。もっと。おばあちゃん、その火の警備が終わるともう一仕事あるぞ。パソコンに記録された写真をチェックするんだけどさ、怪しくない写真のデータはおばあちゃん消しちゃうのよ。そういえば事件の日、一枚消したこと覚えてるよ。証人、そんなこと初めて聞いたぞ。そんなもん、そりゃそうでしょ、今思い出したんだからさ。とにかく、銭ほど君、自問。なんかまたすごいことになってきたね。すごい顔してんな、迷いちゃう。何このババアっていう顔。うん、あ、これ、あれやな。まあまあ、別にそれはそれでと。一枚消したところ。だからここを揺さぶってんじゃん。なんでおばちゃんが消すのと。いうとこじゃない。怪しくないってどうやってわかるんですか。こんな顔見れたらわかるでしょ、大体。大体って殺人事件なんですよ。だから怪しい事務所の写真は残っちゃったし、いいでしょ。いいのか。ここちゃん、ここその消した一枚には誰が写っていたんですか。ファンだよ。ファン、殿様のさ、熱狂的なね、リハーサルの情報どこからか仕入れてきて、おろちょろそれでとか言ってね、あの日も一人。ちょっと待ってください。さっき証人はこう言ったはずです。ああ、一人しか見てる。撮影所の正門には鍵をかけた。だから誰も入ってこなかった。いやね、スタッフエリアにさ、排水溝があるんだけど。そっから、おお、あそこ金網が外れちゃってね。あれ、外に繋がっててさ、あそこから入ってくるんだよ。あんなとこから入ってくるんですか。言ったろ、相手は熱狂的なファンなの。それに子供だからね。子供。じゃあおばあちゃんが消した写真に写ってたのは男の子だよ。小学2、3年生ぐらいの。静粛に。もう一度確認します。あの日証人の目の前を通ってスタジオに向かった人物は2人。1人は足を引きずった殿様、そしてもう1人は小学2、3年生の男の子。そうだよ、いつものことでさ、追っかけて捕まえやしない。小学2、3年生の少年か。狂気の殿様のスピアを扱うのは無理だろうな。無理でしょう。あれは結構重いですから。嫉妬の裁判官。ね、関係ないじゃん、事件とは。だからおばちゃんデータを消しちゃったんだよ。ねえ、銭ほど君、どういうこと？犯人の候補がもう一人登場したんだよね。そして今、早くも退場していくところだ。ここで5分間の休憩を取ります。弁護側、検察側とも、ただ今明らかになった、なんかちょっと言い方変だったね、ただ今明らかになった事実を検討していただきたい。それでは休廷。
今日はこのぐらいしてきます。10月18日午前11時8分地方裁判所被告人第三控室。もう今日はこれぐらいでいいんじゃないですか。もうすぐ終わりさで。いやいや長いっす長いっす。気になる。え、気になんねんて。気になる。もう俺は無理よ。おばさんどこ行っちゃったら行きます。あ、にぼさん来た。にぼさん来たよ。にぼさむさん。は、はい。本当に楽屋にいたんですね。スタジオには行ってませんね。あの、行ってません。その、寝てました。じゃあ写真に写っていた父様は誰なのかな。知りませんよ、そんなの。殿様の着るぐるみは楽屋の隅に置いておいたので。持っていこうと思えば誰でもできたと思いますけど。なんか不用心ですね。まさか着ぐるみなんか盗む人もいないと思いまして。あの僕どうなんでしょう。かなりヤバいと思いますよ。え、今のところ犯人はあなたしか考えられませんから。そんな。どうするの銭ほどく。とにかく時間を稼ごう。にぼしさんの他に犯行が可能だった人物を無理やり指摘する。そうか。それでごねて明日まで判決を伸ばすんだね。そう、指摘を間違えると多分アウトだ。なんか苦し紛れに聞こえますね。いや、実際紛れもなく苦しいんですよ。苦しいんですよ。あ、僕の時間だよ。じゃあ行こっか。子供じゃない。ため息つかないでください。またおばちゃんもんねんけど。多分。では審理を再開します。水戸源氏意見をどうぞ。検察側の意見は簡単だ。状況は何も変わっていない。スタジオに行った2人目の人物は10歳ぐらいの少年だった。確かに写真は決定的な証拠にはならないが、他に犯行が可能だった人物はいない。煮干し三郎に有罪判決。ふむ。では銭ほど弁護士意見をどうぞ。弁護側の意見は検察側とは違います。犯行が可能だった人物は被告人の他にもいました。静粛に。それは面白い。では早速聞かせていただきます。ただし関係ない人物を犯人呼ばわりした場合はそれなりのペナルティを与えるので、そのつもりで。しっかり釘を刺されてしまった。被告人にぼしさん以外に犯行が可能だった人物は男の子やと思う。え、おばちゃん、おばちゃんやろ、ほんまに。だって見とっても怪我しとんの。そう、警備をしていたおばちゃんですよ、もちろん。なんだって。この写真の殿様は足を引きずっている。つまり午前中の打ち合わせでにぼしさんが怪我をしたことをこの人物は知っていたことになる。被害者と煮干しさん以外にその怪我を知っていたのは一人、おばちゃんしかいません。めっちゃ怒ってんね。静粛に静粛に。そうなんですか、おばちゃん。おばちゃん気安くおばちゃんに呼ぶんじゃないよ。おばちゃんは正門の前で一人で警備をしていた。逆に言えばそれはアリバイがないということです。少しの間持ち場を離れ殿様の着ぐるみを盗んで殺人現場の第一スタジオに行くことができたんです。なぜわざわざ着ぐるみを着たんですか。簡単なことですよ。ゲートのカメラに写真を撮られないようにするためです。着ぐるみを着れば煮干しさんに罪をかぶせることができる。なるほど、見事な推理です。よしよし、大成功だな。三塁検事が来るの？ん？おかしいな。いつもならこの辺で三塁のやつシャキーンっ
と異議を申してるはずなのに。いかがですか、三剣賢治。今のところ気の利いた異議が思いつかない。気の利いたってどういうこと、うん、ちょっとどういうことよ。みのぼちゃんが犯人だっていうの。みっちゃん、黙ってやり助けなさいよ。さて、どうする。おいでよ、血をかけておくか。かけるやろ。にぼしさんを犯人とする根拠はそのままおばちゃんにも当てはまります。どうしよう、おばちゃんが胃袋ちゃう。動機が不明という点ではにぼしさんも同じでしょ。うむ、その通りですね。これでおばちゃんも容疑者の仲間入りだな。ちょっと気の毒だけど、にぼしさんのためだ。間違いよ。あのスタジオに行ったもう一人はどうなるんだい。おばちゃんが写真のデータを消えちゃって子供さ。でも小学2、3年生の少年なんでしょ。関係ない。おばちゃんその頃はもうお父ちゃんには負けなかったよ。お父ちゃんちっちゃいな。ああ、そういうこと。うむ、いかがでしょうか弁護人。その少年は犯人ではありません。何言ってたい。子供の勝手サービスよくないと思うね。おばちゃんは証拠もあるんですよ。なんだってか飛ばされた。それでは見せていただきましょう。どれ証拠。少年が犯人でないという証拠。え、殿様じゃない。何、殿様。うん、だって少年やったら切られへんってことやろ。え、でも足引きずっとうからでかいんじゃない。ちょ、だって 2,3 年生の子が大の大人が切るやつ切られへんってことじゃない。いいですか、凶器は殿様スピアです。あ、重たいから、ね、そしてその凶器はこうして写真に写っている。少年にスピアを入手することは不可能です。なるほど。どうですか証人。もうめっちゃ怒った。さすがに返す言葉もないみたいだな。本日の審理はここで中断したいと思います。検察側はこの証人、名前何でしたかな。大場何がしだったと記憶している。検察側は大場さんの取り調べを行うように。では本日はこれにて閉廷。やっとおばちゃん終わったよ。入ったで。ちょっと待ってくれよ。終わってないよ。殿様の記憶流れ出した。殿様来た。そこまで言われちゃ黙ってらんないわね。おばちゃん喋っちゃうよ。何を。あのおばちゃんまだ喋る気なの。証人、どういうことですか。何か証言していないことがあるのですか。実はおばちゃんに口止めされたことがあるよ。口止めだって。一体誰に。あれ、見つけてないのか。とにかく証言をしなさい。長いんやけど。糸の子刑事。違うやろ。スタッフ、おばちゃん、撮影所から口止めされたことがあるの。事件があった日、実はあの撮影所には他にも人がいたのよね。その人たち、我々は事件には関係ないからだってさ。撮影所には いなかったことにしてくれって、お前、してくれたまえなんて。おばちゃんが疑われるのに、あいつの動きこっちゃからね。新事実登場。証人、なんでそんな大事なことを今まで言わなかったんですか。だから口止めされてたのかしょうがないですよ。とほほと思ってるに違いないな。銭ほど君、尋問。これはもう次で分かっとくがいいな。誰かっていうところな。フラブル揺さぶってみてんじゃん。それは誰ですか。長い。まず監督とプロデューサー。監督
おかしいと思うべきだった。監督なきしでアクションの打ち合わせなどするはずがない。そらそうよね。彼らはどこにいたんですか。監督は午前中はスタッフエリアで打ち合わせ、お昼からプロデューサーと合流して会議してたみたい。どこで。第2スタジオの固定時にね。第2スタジオ初耳だぞ。図面上で言うとって俺じゃないの、おばあちゃんや、おばあちゃん。糸の子刑事がいきなり乗り移ってきた。そうや、ね、図面で言うとここだね。ゲート通って左にずっと行ったところ、あの猿の首が落ちた。違う。なるほど、なるほど。あの猿の首が落ちた方向か。首落ちとった。強風の影響でなんか気が折れて首が折れて。どうですかゼニハド君、まだ尋問しますか。それやろ、聞くべきことは聞いたと思うけど。多分こんなとこじゃない今回は。あ、そう、まあ、そうやな、誰が折ったかだけ、うん、裁判長、ゲート撮影所には事件当日他にも人がいました。監督にプロデューサー、そしてお偉いさん。彼ら取り調べも受けてない。この時点で被告人二坊さんに判決を下すことは不可能です。うむ、弁護人の主張を認めます。検察側はまずこの証人大場さん、そして証言に出てきた人たちを取り調べるように。すごい顔になってる三木さん。了解した。本日の二坊三郎の審理はここまでとします。では本日はこれにて閉廷。閉廷。10月18日午後1時4分、地方裁判所被告人第三控室、灰皿まであるっていう。本当にありがとうございました。あなた方に依頼したのは大正解でした。いやいや恐縮です。なんて、僕たちはこれからまた撮影所の方へ調査に行きます。例の監督やらプロデューサーやらを調べなくちゃ。きっと彼らは次の法廷で証人として出てきます。尋問の材料を集めないとね。でもさ、ゼニホド君、結局父様の中に入っていたのは誰だったんだろう。あのおばちゃんだったのかな。どう思います、ニボシさん。違うと思いますよ。私も違うと思うな。だからあれは時間を稼ぐためにおばあちゃんに悪役になってもらっただけだからね。ちょっとかわいそう。ま、いいだろう。じゃあ僕たちはすぐ A と撮影所に行きますから。また後でお邪魔しますね、留置所に。ひどい名前じゃん。恐縮です。恐縮です。続くと。はい、超大作でしたね。前回ね、あなたがおばちゃんの回をね中途半端で放棄したんでね、こんな感じになってますけどね。いや、おばちゃんつらい。おばちゃんのつらさは君たち分からんよ。おばちゃんまた来るよ、また来るよ。次だって被告人扱いだからね。おばちゃんもう勘弁してくれよ。おばちゃん、おばちゃん喋んの早いのよ。早いし痛いしよ。なんかもう喉痛いね。喉飴あるって、ね、喉飴あるよ、龍角さん。後でもらうわ。うん。まあね、ただおばちゃんの声を選んだのはあなたなんでね。それを次からおばちゃんの声変わってるかも。変わんねえ。メガネの女の子の声も変わってるかもしれない。メガネの女の子も変わんねえよ。もう一回チョイスしたのもそれでいくから。もうなんかちょっとキャラ付けに失敗したな、あの女の子と思う。だから俺メガネの女の時に、なんでまたこの変な感じでやるんだろうなと思って聞いてたんですけど。そうですね、語尾のイントネーションと伸ばしてみようかなと思ってね。何なんだろう、あのどっかのね、あの芸人さんがやってる、あの何、あのショップ店員さんみたいな感じに、ね、なってたようなね。いらっしゃいませーって。なんかそんな感じもね、あの泣きにしもあらずだったなっていうような回でございました。で今回ね、姉さん初登場で、まあ次からは出ないと思います。はい、
あの撮影のタイミングが合えばまた迷い役としてね、あの出ることもあるかと思いますけどもね、まあ、私基本的になるほど以外の男性キャラ全般なんで、そうな、今回はねあのスタートがね私ほぼ出なかった、ね、あの何月何日、ね、某時刻しか言ってなかったんでね、そうそうそう、ちょっと楽だったんでよかったんですけどね、しんど、裁判パートになるとね一気にね私の役割がね増えてくるっていうね、裁判官絶対出てくるからね、うん、裁判官とね、あの当分三剣検事まだ出るんでね、そうやな、で、あの1回目の裁判では糸の子刑事も絶対出るんで、そうやな、まずね、あの糸の子をね、思い出さないとね、毎回どんなんだったっけなと思う、了解っすみたいな、うん、まあ、そんな感じでね、今後とも続けていきますんで、よろしくお願いいたします、お願いします、お願いします、ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします、お願いします、お願いします、あとですね、ゼニがもう一タイトルやっております、アンチャーテッド、はい、いや私の方がねやっております、地球防衛軍5並びに6と、あとバイオハザードビレッジ DLC、 はい、で、姉さんの方がねやっております戦国無双5、はい、で私とねゼニーの方が不定期開催しておりますデーモンズゲリラライブ、こちらの方バイオハザード1となっておりますんでよろしくお願いいたします、はい、お願いします、お願いします、ってことでね今回この辺で終わりたいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、いやもうおばちゃんやりたくないわ、まだ出るってまだまだ続くよやめろ